はい、皆さんこんにちは、ミッチーです。今日もブログアップしていきます。皆さん、スマホスタンドを使ったことありますでしょうか？あのスマホにね、取り付けてこう立てたりねして画面を見るようなものになるんですけども、皆さん使ったことありますでしょうか？最近ですね、僕スマホの方を変えまして、以前にもね動画で出してるんですけども、以前使っていた iPhone XS からこちらのですね iPhone 11 Pro ですね、こちらの方に買い替えました。で、今これねケースも何もついてない状態なんですけど、まあ、今までねケースはつけてたものの、まあ、昔あったあのバンカーリングみたいな、こうスマホを立てておくようなね、ああいったリングっていうのを使ったことがねなかったんですけども、ああいったものってやっぱ取り付けてしまうとなかなかねポケットにしまうことが難しかったりするじゃないですか。なので今まで使ってこなかったっていうことがねあったんですけども、今回ねいろいろ見ていたら、とてもねスリムなスマホスタンドっていうのを見つけたので、今日はご紹介していこうと思います。はい、でね今回紹介していくのが、はい、こちらになります。こちらがですね iPhone 12シリーズのマグセーフ対応のモフトっていうスマホスタンドになります。いかがでしょうか？こんな薄いんですよ。こんだけこのサイズで、まあ、マグネット対応ということで、スマホにつけてポケットに入れることも問題ないんじゃないかなということで購入してみました。まあ、以前発売されていた旧製品のものに関しては両面テープになってたんですよね。で、両面テープだとちょっとスマホに貼り付けたりね、ケースに貼り付けたりっていうのがちょっと億劫になってて買わなかったんですけども、まあ、今回ねマグネット版ということで思い切ってね初めてのねスマホスタンドとしてまあ購入いたしました。はい、それではねこちら見ていきましょう。はい、それではねこちらがモフトマグネットタイプになります。マグネットなんでね裏、こんな感じで平らになってますね。でここに、まあ、折り曲げるようなね感じのところ、モフトっていう風に刻印もね入ってますね。で今回ねこの見ていくマグネットタイプなんですけど、まあ、これはね iPhone 12シリーズのマグセーフに対応したものになるので、まあ、それ以外でのね使用はちょっとどうなるのか分かりませんので、購入される際はね気をつけていただいた方がいいかなと思います。でね、僕が持ってるのがこちらの iPhone 12ですね。はい、これにつけていくと、マグネットタイプなのでもうこれ乗せるだけですね。はい、こんな感じでペタッとねくっついてくれます。この真ん中がねなんかマグネットになっててピタッとつくようになってます。でこれでもう、はい、くっついてますね。で、まあ、iPhone 12 Pro につけると、まあ、こんなような感じの、まあ、サイズ感というか、まあ、ちょうどいいんじゃないですかね。こうぴったり、まあ、ちょっとこう余白をね残しつつも程よい感じのねサイズ感になっています。で一応ねこれ僕ブラウンを購入してるんですけど、カラーラインナップが、まあ、グレーとブラウン、ブラック、ブルーと、まあ、4色でね展開しています。でまあ、その中でね、まあ、ちょっと僕はブラウンをね購入してみました。でね、こちらもすでについてるんですけど、こんな感じでね、はい、マグネットなので、まあ、取り外しもね簡単なんですよ。ピッと取れる、パカッとこんな感じで、ね、すぐ取れるんですよね。邪魔だなっていう時はこうパッとね取り外すこともできるので、すごくね便利だなと思いますね。で次にねこの部分ですね、この上の部分をこう持ち上げてもらうと、こんな感じでね折りたたみ式になってます。でこの折りたたみ部分も、マグネットになっているので、ペタッとねこの上の部分をこう起こしてもらえれば自然とパコッとねこうついてくれますね。で実際ねこれを買うにあたって、まあ、心配してた部分としてはやっぱり磁力ですよね。まあ、使って落ちちゃう感じなら使えないなと思ってたんですけども、まあ、ほどほどに磁力が強いので普通に使用する分には問題ないようには感じますね。買った時に、袋がねついてきたんですけど、この袋にはね注意書きが書いてありました。本製品モフト iPhone 12マグセーフ対応はモフト旧製品と異なりマグネットで定着しています。スマホリムのように使用すると落下の恐れがあり大変危険です。このような持ち方でご使用をお控えください。付属のマグネットはモフトと iPhone の磁力が強い部分に合わせ込むと吸着しますというふうにね書いてあります。あ、ごめんなさい、ちょっと見にくかったですけど、そんな感じでね書いてありました。でまあ、どんな絵かというと、まあ、指を入れた状態でこんな感じでね持つと落ちちゃうよというふうに書かれています。まあ、これ持った感じで、ね、そんな落ちるようなぐらいの磁力ではないかなと思うんですけど、やはりこうやってる時にふとした時にこうポンとねポンと当たっちゃったりとかすると、まあ、落ちてしまうということが懸念されるので、そういった使い方は、まあ、しないようにしてくださいということかなと思います。結構ねこう
ブラブラしても、はい、落ちないんですよね。なので、まあ、それなりに、まあ、使う分には全然問題ないのかなと思いますね。こう指を入れてね、こうやって持って使うことができます。でこれがあるないで結構僕は違うなと思ったのが、これない状態でこう持つと実はねこっちの方のボタンが僕押せないんですよ。指短いから押せないんですけど、押そうと思うとこれをねこう指をこっちにやりたいので裏の指を中に入れてこう押すしかなかったんですよ。で戻すみたいな、そうすると届かないけど、これがあるおかげでこんな感じでこう指を入れてできるので、ここでね挟んでできるんでちょっとこう安定感がね増すんですよ。これはねすごく良かった部分ですね。使っててすごい使いやすさをね感じてます。でこの磁力も、まあ、先ほども言ったんですけど、まあ、結構ね真ん中にちゃんとこうつけば磁力は強いんですよね。で引っ張れば無理なく取れるので、まあ、この辺りっていうのは、まあ、使い勝手をね考えられたこう磁力になってるのかなと思います。でねこちらこんな感じで折るとペタッとねくっついて、まあ、縦置きがねできるようになるんですよ。こんな感じ でもちろんこれ横向けると横置きもできます。なので YouTube 見るときとかもこう横で見たりとか、まあ、縦で見たりっていうことが、まあ、問題なくできますね。でこの状態で見ることももちろん可能なんですけど、一応マグネットなのでこれ外してこんな感じでね、はい、横向きにしてもらってこんな感じで置くこともできます。はい、そうするとこう下の部分がねつかずにちょっと浮いた状態で見ることもできますけど、まあ、これに関してはねそこまで必要ないんじゃないかなと思いますね。もうこの状態でね縦置きも横置きもできるんであれば別にこれでいいかなとも思います。で、まあ、1点気になった部分もありまして、まあ、実はですね、まあ、やっぱり平面にこれマグネットとしてついてるのでこの横のちょっと磁力がね弱いかなと思います。なのでまあ引っ張る力はいいんですけど、この横の移動っていうのはねちょっと使う時には気をつけた方がいい部分かなと思います。であとね、これ真ん中のところには結構ピタッとね強い磁力でつくんですけど、先ほども注意書きであったようにちょっとねこうずれたところでも実はついちゃうんですよね、こんな感じで。なのでこれ取り付ける時っていうのは必ずこの中央の一番磁力が強いところにねペタッとくっつけるようにしてもらった方がいいと思います。で実はねスマホスタンドだけじゃなくってここをねペロッとめくってもらうとですね、ここにね隙間があるんですよ。この隙間の部分ここにですねなんとこういったね、まあ、クレジットカードだったりとか、まあ、僕今これ、バナカだったりねコストコのカードだったりするんですけど、これをね一応3枚までね、あこうギュッとやるとね外れちゃいますね。なので入れるときは気をつけなきゃいけないかな。一応はい、カードがね3枚ぐらいまでは、はい、3枚ぐらいまでは入りますね。はい、こんな感じで入りました。なのでまあカードを常にね使うような人はこういった使い方もいいかもしれません。ただですねこれ3枚入れてみて思ったのが、磁力がですねこれ3枚入れるとちょっと弱くなってるかなっていうのは思います。なので、まあ、個人的にはこれ3枚使うのはあんまりおすすめはしませんね。ちょっと窮屈ですしね。なので、まあ、1枚ぐらいがねちょうどいいんじゃないかなと思います。はい、1枚なら、まあ、比較的、まあ、ついてくれてるような感覚はあります。はい、ということでこちらのねモフトマグネットタイプいかがだったでしょうか。まあ、僕も正直こういったスマホスタンドっていうのは初めて使うので、まあ、この生地のね耐久力だったりとかこのつなぎ目部分とかねそういったのっていうのは、まあ、長く使ってみないとわからないところではあるんですけども、またね使っていて、まあ、気になる部分っていうのがあれば動画でもねお伝えしていこうかなと思います。はい、ということで今回はこちらのスマホをねスリムに使うマグネットスマホスタンドモフト X ご紹介してみました。はい、この動画が参考になりましたらぜひグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではでは、ミッチーでした。バイバイ。